はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ今日はですね、ぬいぐるみ系キャッチです。ミルキーのね、でかいのがあるんで撮っていきたいと思います。それでは見てってください。はい、こんな感じでミルキーはママの味の、これはですね、なんて言ったらいいんだろう、ぬいぐるみでいいのかな。見本がここにあるんですけど、こんな感じ。触った感じちょっとね、手触りはスクイーズっぽく似てるんだけど、中は綿っぽいね。てな感じで、いくらで取れるか試していってみましょう。多分ね、これ難しいと思いますよ、確率器っぽいんで。じゃあまず100円目。これはね、多分ね、確率器っぽいからね、結構手強いっすよ。いや、それじゃあいきます。はい、それじゃあ100円目。狙うんだったらやっぱり黄色のミルキーがやっぱりいいよね。なんとなく希少価値観あるじゃん。あれ取れたん、あーやっぱり確率っぽいの。弾いたもんね今ね、落としたもんね。200円目。黄色いミルキー取りたい。黄色いミルキーが欲しい、本当に。あれはもうね、少ないっすよ。一つのさ、ミルキーパックにさ5個入ってるかどうかじゃない。わあ、むずい。キャッチミー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 、来い。持ち上がったけど落ちる、パティーン。昔はさ、なんか小さかったところ、兄弟でさ、こうミルキーを与えられた時にね、誰が黄色いの取るの、お兄ちゃんなの、いや弟にあげなさいみたいな喧嘩が起きたわけですよ。でも結局中身は一緒の、落ちたミルキーなんだよね。500円目。いくぞ、500円目の正直。キャッチミー、よーし、強く掴んで、頼むよ、頼む、強く掴んで、よーし、来た来たー。500円で取れる、嘘でしょ。500円で強く掴んだんですけど、ずれました。600円目いきます。これもう黄色いミルキー、場所的に難しくないか、取るの。ディスプレイに挟まっちゃうぜ、あれ。ああ、これはまずい、やばい。黄色いミルキーもう救助不可能っす。ならばこっちのよくわかんないような色のミルキーにしましょう。700円目。1000円で取れるか、これ。ちゃんといくよ。どうだ、掴んだよ。離したか。1000円で取れるんでしょうか、もしくは没動画になるんでしょうか。さあ行きますよ、ゴー。下のブロックを掴んじゃったよ。わあ、これはきついぞ。900円目。取りたい。900円使ったからにはしっかり1個は取って持って帰りたい。いくぞ。いいんじゃない、いいんじゃないの、これ。離さないで、よし、取れたっしょ、これ、これ取れたっしょ。やったー、目の前からミルキー落ちる。危うく確率器のドツボにはまりそうでした。900円で1個取れましたね。500円ぐらいで1回ガツッと掴んだよね。その時にチャンスを逃したのが今回の敗因でした。まあでも1個取れたからいいかな。はい、この手のね、 UFO キャッチャー結構やり込んでて、まあ確率器的な要素があるんですよ。500円で思いっきりガツッと掴んだんですけど、チャンスを逃して900円使ってしまいました。ってな感じで、以上、ミルキー見かけたらみんなも撮ってみてください。バイ。なんかね、ちょっとスクイーズっぽいんですよ。引っ張ってみますよ。ほら、伸びるでしょ。で、手触りもね、綿というか中にブニャブニャしたスクイーズっぽい手触りの何かが入ってる。伸びるんすよ、ほら、見てください。なんだろう、タイツみたいな、そんな素材で作ってありますね。以上です。スペースモンキーズ TV でした。また見てね。バイ。ミルキーは？お母さんの優しさで。